張った今日も。うん。確かに。でも暖かくないと体が死んじゃう。うん。ヤちゃんが寝てるサンハテ見てきました。ありがとうございます。飯テロの動画を。そう、風邪ひかないように気をつけます。メンバーみんな風邪ひくって言って。風邪ひくぜ。そう、寒かった。え、どんどん寒くなる気持ちだった。なんでこんなに寒いんだ。こんな寒かったっけ。ホットドリンク飲んだ時の安心感わかる。ホットドリンクめっちゃスタッフさんが用意してくれたので大丈夫です。大丈夫でした。一昨日17度あったのに。え、そうなの。昨日からなのか。明後日からなの、また寒いの。なんでだ。気をつけんと、みんな体壊しちゃうよ。本当に寒いからね、お外は。お外でお仕事してる人は大変だ。モコモコになれるならいいけど。いや本当に、ダウンジャケットが大活躍してます。ダウンジャケットいいですよね。カイロ3つ貼ってしようとしてる。防寒。え、でもヒナも今日も3つ貼ってた。あ、でも足のカイロ合わせたら5つ貼って。お腹、背中2枚、足の裏、両足って派手。昨日寒すぎて反省して貼りました。鼻が出る。そう、でもカイロ貼ってた喧嘩もなんか昨日では大丈夫だった気がする。
遊びに行ってあずまさんで申し込みましたよ、ありがとうね。今日始まったのでお話し会、そう申し込んでくれた方も、ちょっと申し込もうかなって思ってくれて、ちょっとでも思ってくれているならぜひぜひ、買い申し込んだ、嬉しい。次買いもね、カギカギしますのでサインカギカギしますので、ぜひぜひ、この後申し込んで寝る、嬉しい。あ、ここから申し込めるよ、左のバナーの下の方を押すと申し込めますので、話し会サイン会チキ会の感じいいと思います、とても、モンハンしてくださいモンハンじゃない、モーラモンハン、ありそうな言葉の時期当たるのかだけ焼きね、いつもランダムでみんなにあげてるんだけど、数枚こう買ってくださった方には被らないような感じであげるので、普通の服、中服っぽいやつとなんかコスプレっぽいやつ何個か用意しておくのでね、そうくるぶらないようにお選びしますので、ぜひぜひ何個か何種類かのひなちゃんをゲットしてみてください。何種類、何種類かな、でも髪型変えたりしてるのよ、あれ、そうお店で撮ったらツインで撮ってポニーテールで撮ってみたいなのもしてるからね、結構本当にいろんな種類で撮ってるので、そう、ね、なのであんまり何だろう変わらないと思いますうん、縦チキと横チキもあるじゃん。なんかぶらなさそう、もはや、そう、
チャール見れないのも悲しいけど、チェキ欲しいので待ち込むよって。うるうる、ありがとう、うるうる。うりうりゅ、みんなどっちが嬉しいの？縦チキと横チキだった。まあ縦チキが多いんだけど大体。そう、なんかチキっぽいじゃん縦の方が。縦の方が便利そうと思って。やっぱ縦の方が好き。うんうん、斜め、もう予想外。見ながら撮ってます。そう、いつもポーズのレパートリーが増える、チェキ会やると。4時を聞いてからもう眠さのピークぐらいでお話ししてるので。そう、うん、今日は早く寝て、明日もまた頑張っていきましょう。ね。この感じ。こんな感じになっちゃうのでね、明日。おお。ピヨちゃん。ピヨちゃん、起きてー。うん。4時でも早い、夜、もう夜だったよ、今。うん。お外に出てもう真っ暗だった。うん、真っ暗だったし、帰ってくる時も真っ暗だった。あれー、ずっと夜かなー。うん、あ、でも初日の出が見れました、今日。私正月は初日の出見えなかったんですけど、うん、そう。夜と夜、もうもはや夜と夜。うん、そう、でも綺麗だった。ポン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 。うん、15分経ったよって。うんうん、12時までやりますので。うん、そう、あまりメールとかがバタバタしちゃって、お昼に送れたけど。うん、そう、送らなくて申し訳ない。朝送ったんだけどね、なんかちょっと5時出てさ。4時起きで送ったからさ、なんか5時ってたの。そう、やけもう一回昼に改めて、あの、送る時間がそれまでなくて、昼に改めて送るになっちゃった。そう、ダメだった、ちょっと、うん、寝ぼけながら送りすぎた。そう、あーちょっと、
朝起こったのにと思ってたけど、うん、そうそうそう、気持ちは朝送ったんだけど、そう、ご自宅いいのに優しい。休憩中かなって思ってた。もうお昼ご飯食べた後眠すぎてるし、血糖値上がると眠たくなるんだ人はっていうのを感じてました、ずっと。うん、今日は天むす弁当美味しかった。天むす名古屋のイメージなのに広島で食べれました広島の天むす、うん、うまうまでございました。そうそうそう、うん、美味しいよね、出ますね。エビが好きだから嬉しい。エビがお弁当に入ってると嬉しいってなる。エビチリ、エビマヨ、エビ天、エビフライ嬉しいってなる。うん、ね、生は食べれないんですけど、アレルギーなので、エビアレルギー悲しいだっけね、今日はママとみんなには内緒なんですけど、いっぱい頑張ってるのでね、みんなに届ける日を、楽しみにしててほしいけど、そう、なんだろうな、そう、でもなんかちょっと不安な気持ちもあるので、まあでもみんなと、みんなとなんだろうな、いつも楽しく会えてたら、みんなは元気になるし、そう、幸せな気持ちになれるので、話し会とか、そう、みんなちゃんと会いに来てね。なんで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 優しい、助かる。なんでなんで助かる、いっぱい思うところもあるよね、行くよ、待ってるよ、なんか頭の中ではこう分かってても、なんて言ったらいいな、分かってるのに分かってるのに、そうだよねっていう、そうなるよねみたいな、
気持ちが拭いきれない。うん、クシちゃんかこれ。ありがとう。クシちゃんの顔こんなでっかい。こんなでっかいクシちゃんが。ありがとう。わかるのとやるの違う。あ、本当にそう。うん。わかってるのに。うん。そう。わかってるのに、そうもやもやしちゃうことってあるよねって。うん。楽な考え方とかいっぱいあるだろうけれどもさ、でもなんか楽な考え方もできないのがとっても嫌だ。うん。元気出して初見の方がありがとうございます。うん、そう。でもみんなが会いに来てくれたら元気出るかお待ちしてます。そう、左の場の下の方を押すとお話し会のリンクに飛べますので、ぜひぜひ。そう、 でも本当にそう、みんなの会えることとかみんなと一緒に楽しい思い出を作ることが、すごい元気になれるので、そう、なんかアイドルがよく言うセリフとかじゃなくて本当に心の底からそう思っているから、みんなの存在はとっても痛い。会いに行くよって嬉しい。この間にマジかでした。あ、ありがとう。うん。上の質問、お話し会になったら本当に変えてなかったか。変えた気持ちになってた。でもひやちゃん見て元気出ました。そういう言葉とかですごく頑張れます。うん、そう、いつでもみんながいるからね。ひやちゃんはいつも、応援してくれてるみんながいるから、なんかひやちゃんもその応援してくれてる人を元気づけたいっていう気持ちで頑張れます。声かすれてごめんなさい。なんかなんか乾燥するところにいて、そう、水飲んだんだけどなんか乾燥しちゃった。可愛いです。あら、ありがとう。抱きしめたい、できない。でも会いに来てくれてるだけで、ね、本当抱きしめてるぐらいの嬉しさあるよ。日の会えた
った嬉しいの気持ち抱きしめてるからもはや、うん、ね、あと2分なので団長さん呼んでいきますね。10歳、くまさん、くまさんのことが好きな、そう。12、つーさん、朝早くからお疲れ様、ひなたんしか、ありがとう、おつぴよです11、高島のひーか、朝早くからお疲れ様ってありがとう、嬉しい。神戸のドリンさん、朝早くからお疲れ様、よく頑張ったさ、うん、ありがとう、みんなが褒めてくれる。9、ハッサ、いつまでも楽しく笑顔でね、それが一番痛い、昨日もあっち、さまきさん、そういう時もいつも味方です、み大好きは必ず幸せな、ありがとう、味方がいるので頑張れます。なのえ、ポンタさん、いなさん、一日本当お疲れ様、また会いに行くね、待ってるね。ふふ。台湾の5さん、体に気をつけてね。ね、本当に寒かったので。気をつけます。風邪ひかないように。こいザッキーさん、頑張ってきたね。どんなことも楽しく変換、任せとき。そう。いてくれるだけで変換できるので。いてね。よい、スーヤンさん。スーヤンさんのことが好きだそう。3位、アリちゃん、アリちゃんのことが好きだそう。2位、ダイちゃん、ダイちゃんのことが好きだそう。1位が、ドロロパパン、マサトさんです。マサトさん、マサトさんのことが好きだそう。噛んじゃった。では本日もありがとうございました。また会いましょう。今日も一日、おつぴよでした。